お疲れ様です。マジアの会も公式 YouTube チャンネルで始まったマサダインサイドインタビューです。はい、まあ選手の素顔に迫ろうと思います。今回のテーマ。はい、まあ今子供たちは夏休みということで。はい、夏休みの宿題っていうテーマです。はい、夏休みの宿題で慎太郎思い出すことなんかある自分を見つめる。夏休み。おですかね。夏休みといえば。はい、長い期間見つめるね。 そうっすね。2ヶ月近くは、見つめてましたね、うん。なんかそれで見つかるんかな特には。見つからない。それめっちゃぼーっとした夏休みで終わってんじゃん。<laughs> 大丈夫はい。あ、本当？なんかよく小学校の時、夏休みの宿題の中で、自由研究とか、はいはい、あれでなんか一つ思い出すものとかある自分とは。うん。っていう自由研究です。ね。<laughs> なるほどどういう人間なのか自分が客観視するうんとかですかねなるほどそれを提出して先生の評価は、はいはい、まあ0か100じゃないんで答えは <laughs> そうやんね白か黒でもないしそうやなっていうところでやっぱいい評価を得てましたねなるほどずば抜けてねずば抜けて 踏み込んでこれないですよね、先生も多分うん、まあみんなあんとも周りのそうなんですよ、うん、今でもそんな感じだけどねそうっすねうんなるほどねじゃあ、得意な科目って何かあった、はい、得意な科目っすか、うん、国語どういったとこがやっぱ答えは一つじゃないと。さすがでも学校の先生って教科書通りにやっぱ教えてるんでうん、うん、答えは一つと教えられるんですよもう そこに疑問を持っててもう昔かからわるそれをずっと疑問に思って大人になって確信しました答えは一つじゃないと深いねいいね以上ですありがとうございましたあす逆にじゃあ最後苦手だった苦手ですか数学数学答えは一つだともう素晴らしい完璧ですこのインタビューは完璧です100点ですぜひ学校の先生にも見てもらいたいですそうだよね一つじゃないと答えは 深いね。すさすが、フォワードらしいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい